西川に対してのブロック、ムボジ、ムボジのブロックです。フェイクを入れてからのトップの位置から3決まりました。クリスチャン・ジェームス3でいく、リバウンド最後は藤沢です。板橋また来た、3だ、あー決まりました。板橋連続3ポイント成功、これで逆転21対19。さらに2本目、ここもクイックで打っていきました。佐賀はこの時間隅田が入っています。隅田戻ってきました。スリー来ました、板橋今日3本目。しては隅田のディフェンス、外に3人いますがどうするか、自らシュートを選択、フェーダウェイでエンドワンです。宇都直樹軽くガッツポーズ、宇都直樹が見せました。このシュート、スリーポイント狙ってくる、決まりました。ジェレマイア・ウィルソン、向こう側ラインの外にはシュートを決めました、ジェレマイア・ウィルソン。さらにエンドワンになっています。足ちょっと滑らせたような感じもあったんですけれども、よく決めています。ウィルソンリバウンド、自らもぎ取って入ってエンドワンです。ジェレマイア・ウィルソン、リバウンドはキングとの競り合いになりましたが、ボールを奪い取るような形でキングのファールになって、キングがファール4つ。藤沢に対しては岸田、ムボジスクリーンは使わない、足を取られた、ムボジに渡す、外にはウトもいますが、ムボジがシュートを打ってくる、エンドワンです。ムボジエンドワン決めていきました。ファールは岸田です。ジェームスもアウトサイドシュートがあるが、ここは中に入ってくる、シュート決まりました。藤沢スリーポイントシュート来ました。藤高総一郎取っていませんね、ここはタイムアウト取っていません。